ホルリーフカ市電は、ウクライナの都市、ホルリーフカ市内に存在する、路面電車。2021年現在は、トロリーバスと共に、ホルリーフカ市が所有する、ホルリーフカ路面電車、トロリーバス管理公社によって運営されている。現在のウクライナ東部、ドネツィク州の炭鉱都市である、ホルリーフカ市内を走る、路面電車。1932年に、 ゴルロフカ駅と炭鉱を結ぶ路線として建設が決定し、10月革命の15周年に合わせた同年11月7日に開通した。その後は、路線の延伸や廃止、再編を繰り返し、2014年に勃発したドンバス戦争の影響により前線での運休を余儀なくされた時期もあったが、ドネツク人民共和国の実行支配下に置かれた翌2015年以降、 順次復旧が行われ、2020年現在は以下の3系統による運行が行われている。運賃は2020年以降もルーブルに設定されている。車両についてはソビート連邦時代に製造された KTM-5 が2021年現在も継続して使用されている。2010年初頭には欧州連合の支援を受けた。 新型車両の導入計画も発表されていたが、同年時点で実現していない。ありがとうございます。